はい、どうも順です。今日なんですけど、僕ちょっとアメリカで修行してる動画ね、今絶賛出てると思うんですけど、ラスベガスすごい乾燥してたんですよ。なおかつミロシのトレーニングが辛すぎて、トレーニング中ずっとこのデコにこうシワを寄せてたというか、ずっとしかめ面だったんですよ。そしたらなんかデコのシワが濃くなったというか、なんか一言で言うと俺だけだなと思ったんですよ、アメリカから帰ってきて。僕日焼け行くんで、それで肌がね、やっぱちょっと劣化したりとかって絶対あると思うんですよ。なのでまずはカウンセリングしたいなと思いまして、ガチで言うとアンケートとかじゃなくて、普通に僕がマジで気になりすぎて、知り合いのねクリニック運営してる先生のところに今回相談に来ました。ということで、こちら綺麗なエントランス、エックスクリニックお邪魔したいと思います。はい、じゃあ早速ですね、今日は院長の孫先生にちょっとカウンセリングしていただきたいなということで、早速行きたいと思います。おしゃれだね、内装のこれ VIP って書いてある。あ、先生、久しぶりです。すいません、久しぶりです。お忙しい中、来ていただいて、いい、ありがとうございます。で、こちらがですね、X クリニックの院長である孫先生です。熊取でめちゃくちゃ有名な先生で、全国ナンバーワンの症例なんですよ。僕、そうですね。ですよね、はい、圧倒的ぶっちぎりで全国の本当熊取の症例ナンバーワンで、実は僕もあれ、何年前でしょ。3年ぐらい前。そうっすね、3年ぐらいですかね。熊取で先生に遅いなと思ったことがあって、はい、はい、ありがとうございます。で、それ以来なんですけど、先生、今日はですね、ちょっとメンズ美容についてご相談がありまして、はい、ぜひ、はい、じゃあ早速、じゃあ先生、ちょっとカウンセリング的に、あ、いいですか。いいですか。ぜひ、じゃあどうぞかけていただいて、はい、お願いします。そもそも、今メンズ美容って、はいはい、こういうところに来るって敷居が高いというか。そうですね、はい、なんか女性が行くものみたいなイメージあると思うんですけど。そうですね、はいはい、それってどうなんですか。一昔までは、はい、結構男性とか、はい、美容に対する抵抗が多い方が、はい、ちょっと多かったんですけども、はい、最近はかなり本当に女性の方も、それこそ YouTuber の方も、はいはい、整形を公開する方が、はい、すごい増えてきましたし、はい、で、男性もそれにつれて少しずつ、例えば手軽なところからヒゲの脱毛だったりとか、結構変わられてる方が多かったりとか、ボトックスとかたるみ、はい、目の下のクマ、はい、二重、はい、この辺りが非常に男性の方は、あ、男性も多いんですね。かなり多いですね。うちも大体、まあ、8割女性で、はい、2割男性で。あ、2割もいらっしゃる。そうです。今、クマの感染してる方も2人も男性なんですよ。あ、メンズの方なんですね。メンズの方結構多いですね。そして先生、はい、早速今美容のご相談なんですけど、はい、なんかこう鏡見た時に、はい、なんか俺老けたなって思うんですよ。はい、これの原因というか、はい、なんで老けたのってやっぱ思っちゃうんですか。やっぱり男性で一番多く皆さん気になっておられるのは、やはりまあシワとたるみですね。あとは全体に肌質も今すごい男性の方も肌質を気にされるようになってきたんですけど、例えば鏡見ていただいて、まあ、ジェーンさんね、もうすごくお顔もちっちゃくて、彫りも深くてこう、かっこいいという一言なんですが、どうしても年齢とともに、とあと筋肉のこうね、ガーッと食いしばったりとかやってたりすると、やはりこの見ていただいておでこのシワですよね。そうですね、はい、そこが。あとは目尻とか、まあ、男性の方やっぱこの辺りが多いですね。そうですね、おでことか眉間、目尻です、はい、なるほど。で、あとは例えばほうれい線の部分であったりとか、輪郭をもう少し、例えば少し引き締めて、はいはいはい、持ち上げてあげると、はい、また印象としては変わるのかなと思います。で、さっきおっしゃっていただいたの乾燥ですよね、はいはい、やはりこうパサついてるよりも少しこう潤いがあった方が、はい、男性としても若々しく見えるので。あ、そうですよね、はい、こいつも少ししてあげる。じゃあ先生、ちょっと僕今こうやって見ていただいた限り、はい、デコのシワとか目尻のシワとかいろいろあったと思うんですけど、はい、これに対して今日は先生何を僕するのがベストですか。そうですね、まあ、ご提案としては僕のおすすめはもうハイフ、ハイフ、はい、これ僕も定期的にやってるんですけども、はい、何でやると絶対落ちていく一方なんですよ、はい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 、それを落ちるスピードを遅らせる、はい、なるほど。
引き締めてゆっくりを落としていくと、はいはいはい、それを、まあ、半年ごとに続けるのがいいんですけど、はい、続ける方の5年ごと続けなかった5年ごと全然差が出るので、別人ぐらいの感じ、全然変わってきますね。今日はボトックスとハイフですか、はい、ボトックスとハイフ、あとは、はい、あの保湿の保湿、やっぱハイフもレーザーなんで当てるとちょっと乾燥しやすいですから、はい、全体に肌質改善の導入ですね、はい、メソナジェという機械を使うんですけれども、なるほど、それも一緒にさせてメソナチェイ、メソナチェイ、じゃあ先生早速よろしくお願いします、はい、お願いします。で今週はおでこのシワ、はい、お顔のフェイスラインとか、フェイスラインと目尻のシワ、ほうれい線ですかね。じゃあちょっとやってみますね。はい。はい。いきます。いかがですか？大丈夫です。もうちょっと続けてみましょうか。どうですか？なんか痛いですけど。我慢できそうですか？今のところ。じゃあちょっとこれでやっていきますね。これは今超音波が出てるんですけど、超音波で中の組織に傷をつけてる感じですね。熱を加えて傷をつけてます。足を刺激してるので引き締まった感じがあるんですけど、一番効果あるのが1ヶ月から1ヶ月半がよりまた引き締まってきて、ピークは3ヶ月ですね。あご下が痛いかも。痛いです。うん。ちょっと痛い、熱いような感じですよね。一回ちょっと鏡見てみられますか？反応が。あ、そうですね。どうですかね。確かになんかこうシュッてなったっすね。手がちょっと上がってる感じが。確かに、なんかシュッ。こう分かるか？こっちやってないんだけど、こっちやってなくて。こっちシュッてなってる感じじゃない？ちょっと、ね、めっちゃ分かります。下がりましたね。すごいな、ここのラインがシュッてすごいですね。電流はここの先から流れるんですけど、それで穴を開けるんですよ。小さな穴が開くので、はい、穴開いたところにこれでお薬を入れていきますので、押し込んでいく感じ。細胞と細胞の間がちょっとこうスペースが開くので、薬剤入り込みやすくなるというような治療ですね。これを浸透させると美白効果とか、はい、あとビタミン C とか入ってますので、お肌にいいんですね。いいものが入ってますね。でやっていきますね。はい、穴を開けていきます。なんか痛い、ちょっとピリピリしますかね。それで今薬を押し込んでいます、ね、目をつむったところでいきなりパッと開けて、かわいい。やめてください。やめてください。はい、ってことで今日はですね、
メンズ美容ってことで、先生にちょっとフルメンテナンスしていただいたんですけど、はい、先生どうですかね、なんか僕見た感じ、自分でもすごい、ハイプがびっくりしたんですよね、はいはいはい、ビフォーアフターで、もうそうだし、なんか肌がツヤがいいなって感じするんですけど、そうですね、はい、ちょっと光をやっぱり反射しやすくなってるような感じはしますね、はい、反射するのがいいんですか、そうです、なるほど、お肌がきめ細やかになって、やっぱり光当たった時に、テカルぐらいな感じの方が本当はいいですね、はい、ガッサガサだとミスタイルしなくなっちゃうので、あ、なるほどですね、はい、先生から見てどうですか、というか、いやもう、より一層ですね、はい、ボディでしゃあないと思ってます、本当にそれこそ5年、10年後、20年後の自分のために、定期的にメンテナンスされる方っていうのは、全然違ってくるので、はい、僕も一人の男性として、やっぱりいつまでたっても若々しくいたいなと思ってます。はい、メンズの方も本当に最近増えてきているので、はい、これで皆さんに知ってもらって、そうですね、いい仕掛けになればなと思いますね、はい、筋トレしてる人たちは、ね、結構肌のこと考えない、ね、肌に悪いこと結構やりがちなんで、はい、ぜひ気になった方は、ね、スクリーンに来て、はい、メンズ美容体験してみてください、一回本当騙されたと思って、ちょっと先生のところに、ね、ぜひ、はいはい、じゃ先生今日はフルコースありがとうございました、ありがとうございます。